はしょっちゅうボートレースしに行ってましたね。当たった試しないと思うんですけど。そうなんだ。これはで見るのが楽しみってこと？当たるのか。いやもうこれも賭けですから、多分このお金がこうね上がるのとかが楽しいんじゃないですか、うんうん、なるほどね、うん、いいですね。2万円になってね、100円が2万円ですよ、うん、ねよかったですね。では続いていきましょうか、はい、続いて読みます。続いては、はい、早見さん、たまさん、こんにちは。ムーレイ先生です。ムーレイ先生、こんにちは。こんにちは、はい。地元最大のイベント、いくつかありますが、はい、やはり、那覇大綱引き祭りの、り、うん、旗頭行列でしょうか。おー、うん、いいよね。いいね。人がいっぱいなんだよ、これがまた。しかも、旗頭ってのがイケメンなんですよね。そうなのよね。腕やばくないですか？やばいですよ。興奮して、ちょっと。あの、格好といい。そう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 。いいですね。旗を抱えるんでね、この腕の太さが。めっちゃいいです。そうそうそう、はい、そこも見どころだよね。女子からするとね。うんうん、そして、はい、国際通りが地元なので、旗頭の演舞は間近で見ることができますし、うんうんうん、私も何度か参加したことがありますが、衣装が全身黒かつ、時間帯が昼間からなので、私にとってはきつい思いをしている祭りです。あ、なるほどね。でも今年はまた出てみたいなと思っています。うん、って来てます。いやあ、ムーネー選手も出てたんだ。うん。すごい。確かに多分暑いでしょうね。うんうん、そうだよね。暑いし、重いし、すごい、すごい、うん、体力使うと思う、あれは、うん。風とかもあったらめっちゃ大変ですからね。うん、そうだよね。確かに。でも、本当にさ、うん、もう人がいっぱいで。そう、この熱気だけでも暑いのに、うん、ただいさえ、うん、またさらにあの重たいのとあの暑さといろんなのでさ、うん、やっぱり大変かもしれない本当に。参加したことあります？那覇綱引き。参加はなくて、あ、行ったことありますよもちろん。あ、見るだけ？見るだけで。私綱引き参加したことあるんですよ、うん、おー、うん、どうでした？もうね、うん、あの軍手持ってかないとダメです。あ、そうなんだ。手の、うん、手の皮がもう、ビリビリやっちゃって、タオル、なんかもうちょっと痛くなっちゃったんで、はいはいはい、タオル巻いて、綱掴んでみたいなしてました。おー、うん、そうなんだ。はい。でもなんか外人さんとかもいっぱい来て、うん、はいはいはい、このなんかね、この白人とか黒人とかなんかすごいじゃないですか。うん、はいはいはい。そういう人たちがこう後ろで引っ張ってくれてたから、なんか、ってこう頑張って私も綱引きやってるつもりになってました。はいはいはい。楽しいですよ、でも。楽しいよね。うん。だけど本当に手は痛いはず。めっちゃ痛かったです、ね、めっちゃ痛かった。私もあの地元の本当に自治会のちっちゃい、うんうん、あ、ちっちゃいって言ってもやっぱりちょっとやっぱり大きいんだけど、うん、あの綱引き大会があって、うんうん、そこで参加したんだけどすごい切れてたもん。ですよね、うんうんうん、だから本当に軍手が必要っていう意味が分かる。そうそう、だから2枚重ねぐらいしないと、うんうん、結構きつい気はします。そうそうそう、またこれ終わったら、うん、綱を切るんだよね。あ、そうですね。切って持って帰る。うん、で、なんか交通安全とかでした？そうそうそう、うん。で、家の前とかでも置くと、うん、家内安全とか。安全で使われるっていうことで、うん、その目的で地元の、あの、祭り、綱引き祭りに行く年配の方もいるかもしれない。うん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 、そうですね。そうそうそう。こんなに盛んに綱引きがいろんな自治体でやられる、うん、ところってなかなかないと思いますよ。そうだよね、うん、なんで沖縄は綱引きなんのかな、うんうんうん、と思ってます。そうだよね、うん、確かに。え、タワマの福井県的にはないの、はい、ないですよ。綱引きは運動会でするものですもん。ああ、そうなんだ、うん、沖縄だけこれ。そうだと思いますよ多分。あ、そうなんだ、うん、これちょっと今度なんか自治会の人を呼んできて話聞きたいです ね、 ね、 え、 ね、 え、 ねえ、詳しいかもしれないよ。わ、うん、かりました。ちょっと行っていきます。たまちゃんお願いします。ツイキャス、あ、ツイキャス、ね、はい、皆さんすいません、今つなげました。はい、ツイキャス読んでいいですか。はい、ですね、アルファウィングケインさんが、はい、ありがとうございます。ハイサーイ、ララガマサイガーさんもヤッホー、こんにちは、ショーイと来てます。なんか祭り男って感じ。祭り男な気がします、ね、うんうん、そして早見愛する猛虎会さんも、はい、たまたまたまはやたまツイキャスの皆さんこんにちは、こんにちはと来ております。はい、いいね、そんなもんですかね。いやいやいやそうそうアルファウィングさんが、アルファウィングさんがね、はい、いろいろ説明してくれて、そうそうそう、ありがとうございます、はい、オープニングでね、琉球海野菜の話したのでね、うんうん、最後まで聞けなかったのが非常に残念でしたっていうふうに来てますね。はい、
で、特番に、さらがきさやかさんや、久高マーリーさん出てましたか、うん、本人のブログに写真ごと出てたんでってことで、うん、出てましたね。そうそうそう、さやかさんは、FM 技能案のゲストとして出てましたよ。はい、お話もしてくださって、うん、そうなんですよね。でしたね、うんうんうん、どんな方だったの、私全然見れなかったんで。そっか、うん、でもとってもさ、あの華奢で、うそう、あのお笑いの、うん、誰だった、あの先駆けバーバリーさんに突っ込まれて、うん、はーいみたいな感じで、かわいい感じだった。もう本当にアイドルって感じ。へー、うん、いいね、私にはない年齢的な問題で。こら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 、まだまあもう一応さでもね、うん、かわいかったと。なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ続いていきますね。はい、こらこら、たま若いからってちょいちょい出てくるんだよそこね20歳オーラ出していきますよ、出していきますよ。どんどん出してって、すぐ突っ込むから。はい。では続いて、ラジオネーム、はい、ミンゴさんから来てますよ。ほう。中地さん。はい。こんにちみん。こんにちみん。うん。うん、タンマもいるよ。まずは、先週の琉球開演祭、お疲れ様でした。はい。当日はギリギリまで雨が降っていて、うん、開催が、危ぶまれていましたが、うん、無事開催できてよかったですね。よかったです。ね。また来年もっと言いたいところですが、うん、ここで質問です。うん、もし、FM 技能ワン、あ、違うな、うん、技能ワンシティ FM の関係者から、今回はうちが中継するから、来年、あ、去年今年のは。あ、見送ってくれないかって言われたら、なんて返しますか。あと、リスラジオいつから聞けるんですか。あ、新しくなんかね、ギノワンにもできるって聞いたんですけども、うん、うちが中継するから見送ってくれませんかって言ったら、うん、まあ一緒にやるしかないかな。そうですね。その、うんうんうん、人手がいらなくなる気もする。そしたら私はこのスタジオから、ね、花火を。でももし中継ができなかった場合も、取材に行ったりとかね、いろんな方法とかもあると思うので、とりあえずはもう琉球開演祭関わったってことではもう、ね、先輩ですかね、私たちの方が。そうですね。もう大体状況分かってきましたね。裏からもういろいろ見えてきましたね。そうですよ。はい。あと、リスラジはいつから、9月、あ、失礼しました。4月の19日ぐらいから聞けるとは思われるんですけども。今週の金曜日ですか ?19。あ、違うか。ねえ。うん。どうなんでしょうか。あ、19は日曜日か。日曜日になるんですかね。違うや。適当が言うよ。火曜日、来週の。私もですけども。来週の火曜日、うん。そうですね。予定では19日っていうことなんですけども、うん、まあ、あっちの都合とかもいろいろあるので、うん、今んところ確実に19って言っていいのかな、うん、って感じなんですけども、ね、もう一応来週からは聞けるかなと思われますので、うん、ビンゴさんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。なんか一曲お届けしますか。そうですね。一曲お届けして、あとで、早見モノモースを今日はお伝えしたいと思います。すね、ですね、うん、曲は、はい。先ほど、うん、早見愛する猛虎会さんからリクエストをいただきました。はい。大塚愛の金魚花火をお聴きください。はーい。
刻は3時39分を回っております。この時間は早見モノモースをお届けしたいと思います。はい、今日の、テーマ、早見モノモーステーマなんですけども、申しちゃってください。申していいのかな、ぶった切りましょう。このコーナーはですね、はい、私中地早見が世の中のありとあらゆる出来事を物申すコーナーとなっております、はいはいはい、本日はですね、うん、観光客、はい、観光客でも外国人になるんですかね。そうでございますね。そうですね、外国人の、うん、マナーある国かないか分かんないんですけども、うん、マナーのびっくり、違いにびっくりで、さようでございますね、はい、ありましたので、はい、それをちょっとどう思うかタマーとお話ししていきたいと思います。まずどんなことが、はい、まずですね、はい、まず1点、うん、私何点かあるんですね、何点かあるんですけど、まあ、1点、はい、よく、ホテルのスパに行くんですね、うん、ホテルって言うとなんかあるまあしょうがないホテルだもん。そうだね、あのリゾートホテルのスパ行くんですよ。そうですね、スパスーパーじゃない、スパね、スパね、恥ずかしい問題だね。SPA スパね。そうですね、うん、そこでちょっとね、大浴場行ったり、うん、結構マッサージとか行ったりするんだけど、はい、そこで結構外国人、うん、のお客さんが多いの。やっぱり今沖縄は観光ブームなので ね、うん、そう、そこで、うん、マナーがないっていうね。わかるな。例えば、うん、うん、これでね、お風呂入るんですけども、その椅子を一人一個ずつあるのね、うん、でもその一個のところ、シャワー一つに一個椅子があるんだけど、うん、普通に隣のところが椅子取って、そう、子供と子供連れのお母さんなんだけど、はい、そこに2つあんの。ってことは隣椅子がないからちょいと、うん、困るよという、うん、ま、毎回来る地元の方とかも怒ってて、うん、であっちからするとだって子供が使ってるのにだおけ、あ、まあまあ、まあまあ言い分も分かりはするんだけども、うんうん、これはどうなのかな、ちょっとはやっぱり気使わないか。いやー、混んでたらね、やっぱ混んでたら気使いますよ、うん、混んでた時間だったわけ、自分が見た時はね。じゃあもうちょっと気使いますよ。なるほど、うん、うんうんうん、他なんかあります？そう、その中でも、うん、また大浴場の中で、うん、ね、用を足すっていう一応大人ではないですよね。大人じゃない、子供ねっていうのもありました困るわ、困る、もう笑いみたいな感じになってんですけど、うん、で、あともう一点からすると、うん、最近何でしたっけ、ドンキー行ったんですよ。はいはいはい、はい、それでダーって並んでて、うん、そうで、並び方も結構ぐじゃぐじゃな感じだったけど、でも並んでたのねとりあえずね、とりあえず、うん、とりあえずどこかちゃんと並んでたの。並びますね。そしたらなんかべちゃくちゃ喋ってくるね、外国人が来て、うん、それで普通に早見の前にボンって入ってきて、早見、うん、がトントンとかしてさ、うん、ここ並んでるって言っても、あっちからしたら日本語通じないから、うん、はぁ、あ、みたいな。この人何言ってんのみたいな感じで無視されて。で、相手は3、4人の年配の女性の方だったんだけど、うん、めっちゃ声大きい声で喋ってるもんだから、もう早見の声なんて通らない通らない。っていうのがありました。うん、どうでしょう、タマさんもそういう経験ありますか？経験、皆さんどうでしょうか。私は意外とないですね、はいはい、あんまりそういうとこに行かないのかもしれないです。ドンキーとかも、ドンキー行くけど、まだそういったの、そういった経験がないですね。まあね、うん、そうだよね。なんか私が会うなんていうかな、外国の方たちは結構普通、まあ声大きいとかはあるんですけどうん、うん、結構普通な方が、うん、多いです。あ、そうなんだ。うん。まあでも。ごめん。いや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 。いやでもよくある、あるあるだと思いますよ、やっぱり。あ、そうなんだ、まあね、文化の違いだったりさ、うん、そういうのもあるんだけども、うん、まあ、本当にみんながみんなそうってわけではないんだけど、たまたま今回、
うん、最近続きかな。あ、続いて、そんなことがあったんですね。3回ぐらいあったんですよね。うん。それで、うん、これは物を申さなければならぬと。まあ、あれですよね。合に入れば合に従えみたいな。うんうんうん、日本に来たら、うん、あ、まあまあ、多少のことはあると思うんですけど、うんうんうん、なるべくね、周りに合わせて、うん、そうなんだよね、いただけたらなと思いますね。うん、なるほど、うん。うんうん。そうですね。わかりました。ありがとうございます。大丈夫です。すっきりしました。いえいえ、まだすっきりはしないんですけども。でもお風呂はな、ありえないですね。お風呂の時はちょっとびっくりして、うん、これはもう、やっぱり、周りにいるお客さんがもう激怒してる感じだったので。ね、そうそう、それで、用を足してて、うん、お母さんが怒るかなと思ったら笑ってるの。うん、怒ら怒らみたいな。それがもうね。そうなんだよね。だったらもうお風呂入らないでってなっちゃいますからね。そうなんですよ。そう。はい。ね、はい。以上、物申した。そうそうそう。コメントも来てるから拾っていい？はいはい、どうぞ。ね、AKB ファンさん、はいはい、俺もドンキ行くけど並んでたら、うん、俺が割り込むなーって。俺かよみたいな。あってなっちゃいますよ。ダメですよ、うん、割り込みは。すぐ怒りますよ。私もめっちゃきっちり並ぶ人なんで。おうおうおう、うん、私も。はい、では、うん。以上、モノモースコーナーでした。はい。では、CM 行って、その後もフリートークしていきたいと思います。はい。時刻は3時48分。失礼しました。7分を回っております。47分ですね。早いですね、たまちん。いつからたまちんになった？早いです ね。なんか私、あだ名つけられやすいんですよ。だからね、なんかしかもいろいろと今自然と出て、自分でもびっくりしちゃった。たまちん。初めて言った。ではメール読んでいきたいと思います。お願いします。カニ玉と早ビールって。はい。勝手にカニ玉早ビールになってますね。タマ、早見、サザンブリーズ好きの皆さん、こんにちは。こんにちは。テーマ、地元の最大イベント。うん。お盆休みに、俺はですね、お盆休みに、うん、徳島の阿波踊りを4日間連続見に行きますね。それが最大イベントですかね、ってことで。これを見に行くってことなんだね。うん、徳島までね。遠いですよね。ね。だけど見る価値があるってことかもしれないね。いや、4日間も ?4 日間も。阿波踊りね。なんかこんなやつですね。なんかね。
それのあれでしょ、列があったりするんだよね。そうですね、これも行列みたいな感じで、うん、なるほど、ありがとうございました。はい、続いて、続いては、はい、アルファウィングさんからいただきました。ありがとうございます。アルファウィングさん、久しぶりですね。久米島からみたいですよ。あ、そっかそっか、そうですね、うんうん、わざわざ嬉しいね。はい、どうもどうも、はやみさん、たまさん、おい、スタッフの皆さん、はいさーい、はいさーい、はいさーい、うん、そして琉球開演祭の特番、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、今月に入り口内炎やぎっくり腰になりかけるほどパタパタしてて、うん、自分自身を見失いかけそうになってるアルファウィングケインでーす。わかりますわかるんですか？わかるんだ。パタパタしすぎて見失うっていう。口内炎になってるんですか？口内炎たまになるよ。そういえば最近なってたな、口内炎になりました。忙しくてね。そう、うん。なんか寝る時間がまばらだったんですよね。そうなんだ。うん、ああ、なるほど。はい、そして、はやみさんたちの元気な癒し声聞きながら、この正しい時間も乗り切りたいと思います。ありがとうございます。はい。さて、今日のメールテーマ、うん、はい、地元のビッグイベントと言えるか微妙ですが、うん、那覇でも開催されない、かなり穴場と言ってもおかしくないほどのマイナーなイベントがあります。いいね、こういうのね。いいですね、マイナーなイベント。うんうんうん、知りたい、知りたい。今度の週末にあたる4月16日土曜日と17日日曜日の2日間、沖縄市民会館の裏隣にある中央公民館 にて、大人の部活スワッグ主催、沖縄県内最大級模型展示会2016が開催されます。なるほど、うん、楽しそう、はいはい、ね、はい、すごい。今年もカスタムカーや働くトラック、スポーツカーを中心としたカーモデルプラモをはじめ、うんうん、ガンダムやフィギュア、ミリタリー系、民間旅客機なども多数展示予定です、うん。今年も僕が制作したトラックやバス、制作中の旅客機を展示する予定ですので、お都合のつく、はい、お時間の都合がつく方は、はい、ぜひ足をお運びください。はい。2日間ともに夜8時まで空いていますが、一部の作品は夕方6時頃をもって、早々と撤収される場合もございますので、うん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 、まだ見てないよという方は、時間にゆとりを持ってお早めのご来場をお待ちしております。ああ、なるほど。はい、なお、詳しい情報は、うん、すいません、ね。はいはいはい。いいですよ。沖縄の車雑誌、うんうん、クロスロード内のクリスの、はいはいはい、クリスのプラモ道や電子版クロスロードにも掲載されております。かなり長い宣伝で失礼しました。ではでは、最後までちばりよ。ありがとうございます、アルファイングさん。なんかね、はい、社名付きなんですけども。そう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 。これを。本物みたいじゃない？うん。これ、アルファウィングさんが作った模型っていうことなんでしょうかね。そうかもしれないね、うん。めっちゃもうがっつり本物みたいですよ。すごい。ブルーシール？ブルーシールのトラックですね。トラック。うん。だったり。これはワンピース、違うや。違う？ワンピースのバスではない。ワンピースではないですね。違う。ワンピースの。なんかキャラクターのバスになってるんですけど、こういった、模型が、模型がいっぱい出てくる。うんうん、いっぱい出るんですね、へー。すごいですね。みんななんかこの素人さんっていうか、そういう方たちが作ったものが展示されるんですかね。うんうん、はいはいはい、なるほどね、うん。ちょっと気になる。うん、楽しそうですね。ね、楽しそうなイベントですね。はい、アルファイングさん、ありがとうございました。続いてこの方ですよ。はい、エコザイルかもよ。さんから来てますよ。はやみいたまちゃん中。中。土曜日はお疲れさん。楽しくリスラジで聞いてたよ。そう。宮古のビッグイベントといえば、うん、高校入試のお昼のお弁当会や、うん、あ16日、うん、それとトライアスロン大会でしょ。あるね。あれだけ盛り上がるのはないよ、うん、自分もトライアスロン大会の時はアマチュア無線の免許を持っているのもあって、うん、連絡通信員でボランティアしてたさ、うん、あの時はワンボックスカー乗ってたから自分の車出して、うん、収容者でリタイアした人たちを乗せて会場をピストンして1日で250キロも運転した時もあるな。さて今日はたまちゃんから仕事帰ってのチューもらおうかな。じゃあ後からや。後からや。宮古といえば、うん、高校受験のお昼の弁当会とかあるんだね。そう、なんかこれすごいらしいですよ、うん、全国ニュースで見たことある気がします、うんうんうん、あ、そうなんだ。なんか、うん、みんな頑張ってみたいな感じで、うんうんうん、入試してる生徒の家族とかが集まって、はい、お庭で、お庭っていうかこのグラウンドとかでお弁当を食べるらしいんですよ。あ、そうなんだ、うん、絶対幸せなひとときだろうね。まあでもなんかこっちからしたらなんかご飯も通らないほど緊張してるのに、うん、確かにみんなで来てからに、なるほどね。
あとトライアスロン大会といえば、うん、やっぱり宮古有名なのは私も聞くんですけども。そうですね、うん、海も綺麗だったり、あ、いいですね、景色もね、空も最高だと思う。最高ですよ、ね、ありがとうございます。あ、最後のメールもいつ読んじゃおうかな。はい、お願いします。はい、ラジオネームビンコさん、はい、またまた来ています、ありがとうございます。うん、タマさんも改めましてこんにちは。うん、こんにちはです、はい。今日のテーマですが、地元というかは分かりませんが、はい、沖縄国際映画祭だと思いますよ。なるほど、そうですよね。うん、そうですね、うんうん。コミュニティ放送局でもその模様が中継されたので、今年から那覇が拠点になったのは宜野湾の2局にとって大きな痛手となりましたな。でも別会場からの中継とかはありますよねと来ておりますが、ね、どんなでしょうか。検討中ですね。うん。沖縄国際映画祭とはやっぱりね、この時に芸能人とかがね、そう、めっちゃ来ますからね。めっちゃ来てたから、うん、宜野湾も結構トロピカルビーチとかで盛り上がったんですけど、今回は那覇なのか、そうですね、ね、みたいな話を聞いてるんですけども、うん、またちょっと期間も短くなってるみたいですね。ああ、そうなんだ、うん。これもね、一大イベントとして盛り上がる。あれだよね、この期間の人口の増え具合やばいと思います、うん、すごいよね、わかる、はい、その時にさ、私お笑い芸人とか結構あったりしたわけ、いろんなところでね、はい、そういうのもまた楽しみだったりするんだけど、はい、はい、もうすごいね、時間が1分切りましたけども今日もね、最大イベントってことでいっぱいメール来ましたね、うん、コメントもありがとうございました。では今日のサザンブリーズもこれまでとなりました。はい、リクエストもメールたくさんありがとうございます、うん、今日のお相手は私早見とタマでした。はい、それでは皆さんタマでしたそれでは皆さん明日もサザンブリーズお聞きください。はい、それではせーの、さようなら。じゃあねー。